系統番号。系統番号は、バスの路線の案内状の区別のために不番されている番号である。事業者によっては、行き先番号、路線番号とも称する。A 文字など数字を使用しないケースも存在するが、本校ではそれらのケースについても記述する。バスの運行においては、物理的ない司法的に、バス車両が通行可能である限り、起点、経営地 終点を柔軟に設定することが可能で、そのため多数の経路パターンを設定することが可能である、鉄には線路上のみしか走行できないという制約があるため、経路の設定が限定されているのと対照的である。こうしたバスの経路のパターンは、運行系統と呼ばれる。似た経路の運行系統を束ねたものを路線という、系統番号は、 こうした運行系統ごとに番号を付することにより、利用者等に対する案内を簡明にするとともに、バス事業者における運行管理の容易化をも図るために、設定されたものである。仮に、運行系統、路線数が多数あるにもかかわらず、系統番号を付さないとすると、各々の,の,の運行系統を識別できるようにするために、バス車両の前面、側面などの方向膜にて、 詳細に経由値を記載せねばならなくなる。こうした方法では、方向膜に多くの情報を記載せざるを得ず、その文字数の多さから視認性に問題を生じたり、情報型を招くことになる。逆に、路線数が少なかったり、比較的わかりやすい路線網であれば、案内上でも行き先や経由値などで十分対応可能なため、系統番号を使用しないことがある。全社的に、 系統番号を整備したのは1949年11月の横浜市交通局が最初とされている。以後、他社にも波及しているが、不番方法は事業者によって異なる。多くの事業者が乗り入れる地区では、事業者間で調整の上、不番法則を統一する例もある。公実の東京バス協会の例や沖縄本島のバス路線など、数字のみで、 系統番号を表記するもので、日本以外でも都市部のバスでは世界で一般的な方法である。数字、アラビア数字は万国共通であるため案内が容易であるのが長所である。反面、経由地などその系統固有の情報が読み取れないため路線数が多くなってきた場合、0から20番台は北方面、30から40番台は 南方面というように工夫を行っている場合がある。一例を挙げると、京阪宇治交通、現在会社解散では1974年9月16日改正で、系統番号を不満する様になったが、0から10番台は、くずは、地区路線、60番台は、京田辺地区路線、80番台は、宇治地区路線の内宇治川線で使用するなどの原則を、設けていた、京阪宇治交通車し、 地域と共に60年より、同社と合併した京阪バスや合併前に分社化した京阪宇治バス京都系バスでも同原則をほぼ継承している。同様に、遠州鉄道バスでは10の位に関しては、方面別に時計回りに不満している。また、異なる地区の路線で案内上支障がないと判断された場合は、同一事業者であっても同じ番号を使用することもある。 新規バス、演習鉄道バスなど、数字の桁数については、統一する場合とそうでない場合がある。例えば、東京都内の場合、二桁で統一されている、1は存在せず、01と表記するが、それ以外の地区では頭に例をつけないで、1と表記する例もある。これは以下に述べる、数字のみでない場合も同様である。また、系統番号というよりは、 行き先番号という扱いで、行きと帰りで番号が異なる場合、アルピコ交通やこと電、バス、岐阜のり上い自動車のすべて、福島交通や関東自動車、高月市交通部、岡山電機機、長崎自動車の大半や、近鉄バス、静鉄ジャストラインの一部などもあるほか、ターミナルを越えて、別の系統に入る、という意味合いで、ターミナル付近で番号が変わる場合、 園州鉄道バスの浜駅通過系統など、郊外から都心に乗り入れる路線が多数ある区間で、案内を簡略化するために、都心部で系統番号を統一したものとする例、西鉄バスの福岡、久留米市中心部などもある。系統頭文字記号などを番号の前に配する方法である。頭文字記号によって区別されるため、数字部分が同じであっても、 複数の系統に設定することが可能である。反面、頭文字記号に、A 字以外の文字を使用した場合、その国以外の利用者への案内がやや困難になる。東京バス協会では、1972年に当初を除く東京都内の全バス路線について、事業者に関わらず共通の不満法則を使用した系統番号の設定を行った際に、 原則として系統頭文字記号と数字2桁一部不足する場合は3桁という方法に統一されており、現在でも踏襲されている。また、都内上入りの事業者が都内以外の地区で系統番号を設定する際に、この不番法則に準拠している。逆に、都内上入り以外の周辺各県では、必ずしもこの系統番号方式を使っているわけではなく、 横浜市営バスのように数字のみとしていたり、京成バスのように近年まで都内、関連路線以外には、系統番号を記載していなかった例もある。系統頭文字記号は、東京駅なら、東、横浜駅なら、横と、むね起点となる駅や、バスターミナルの頭文字を使用することが、一般的である。頭文字一文字では対応できない場合、頭文字以外の文字を使用したり、 新宿駅で宿、二文字城とすることもある。新小岩駅が新章、ひばりが丘駅がひばり、東京都庁ではシティホールから CH など。また、番号が重複してしまう可能性がある場合や、方面ごとの案内を行う必要がある場合は、主要な運行街道名や主要な経由地の停留署名、都営バスレインボーブリッジから虹、西東京バスで、 国道16号線の16号や左入りの左などを使用することもある。総鉄バスでは路線の担当営業所を頭文字として使用している。ほか、都営バスのように都市新バスと学バス、学、深夜バス、深夜といった路線の性格を示した文字を入れるものもある。なお、都営バス等の高田の馬場駅、京王電鉄バスの高畑不動駅及び、 高尾駅、神奈川中央交通の口座渋谷駅はすべて頭文字がこうであるが、いずれも距離が離れており、このように案内上大きな支障がないと判断された場合は、同じ系統頭文字記号を重複使用するケースもある。また、東京バス協会式の系統番号の表示方法自体はほぼ統一して導入されたものの、その読みは事業者や営業所によって異なり、 系統番号の表示をそのまま読む事業者、都営バスなどと、系統番号が白文字の由来となった地名を読む、事業者、神奈川中央交通、東急バスなどがある。例えば、東京駅発着の東98系統であれば、前車、都営バスは、東98と読むのに対し、後者、東急バスは、東京98と読む。 路線に対する系統番号の振り方は、各事業者の考え方によって異なっており、途中折り返しや、若干の経由値の違い、関連路線などに、同一の系統番号や枝番、甲、乙、平、つ、折り返し、マイナス2など。詳細は、口述を振ってまとめる事業者、都営バス、小田急バスなどと、途中折り返しなどのすべてに、別の系統番号を振る事業者、 神奈川中央交通なども存在するため、同じ東京バス協会式とはいえども、不板法則のすべてが完全に統一されているわけではない。一部事業者では、頭文字がある系統とない系統が並存する場合もある。例えば、神奈川中央交通、京急バス、相鉄バスは、横浜市交通局との共同運行路線及び、移管路線に限り、数字のみ、 東急バスは横浜市営の系統番号に漢字が白文字を追加の系統番号を使用しているほか札幌市内を運行する北海道中央バスや JR 北海道バスでは札幌都心部発着の系統については数字のみの系統番号08615郊外の駅発着系統については駅名の一部数字の系統番号086 新十五。ただし、北海道中央バスの旧札幌市営バス路線では一部、例外ありとし、郊外部で同じ経路を通る路線でも、都心直行便と郊外駅短楽便を区別している、43など一部、例外あり。名古屋市交通局は、頭文字は二文字としている、もともと駅名が一文字の坂へ、腹は除く。その上で、幹線系統は先頭に、 三木をつけた上で1から、一般系統は11から不満している。頭文字は、ソネ、大ソネ駅、小田、上小田駅など、駅名の先頭以外を取ったものや、春田、金目町など、名古屋市営地下鉄以外の駅名や地名から取られたものも存在する。なお、機関バス、深夜バスなどは別に不満している。現在のような系統番号を採用したのは1998年で、 それまでは数字のみのものであった。京都市交通局では、ブロック系統路線について、北、西、南の頭文字がついているほか、原野線では、M、マイクロバスのよう記号として使用している。土佐で、交通、2014年10月に行われた3つの、事業者、土佐電気鉄道、高知県交通、土佐電ドリームサービスの統合により新設及び、健康北部交通は、 系統番号制度を導入した。同社では大多数のバスが、始発停留所から、ハリマや橋を経由し終点まで向かっており、ハリマや橋を基準に大きく23のルートが存在している。それぞれのルートに、A 字1文字、IOQ を除いた AZ を、さらに終点停留所や、経由地ごとに、数字1文字を振り分けることで、ハリマや橋からの系統を、A1 や、 計算のように示している。戦術の通り、針間や橋は経由地に過ぎず、バスは針間や橋までにたどり着くまでのルートと、針間や橋を通過してからのルートの2つのルートを使って運行しているため、時刻表や方向幕では D1K3 のように表記し、どういう経路を通ってどこに行くのかを明示している。なお針間や橋を経由しないバスについては、 A 文字部分を始発停留所の文字から取った、ご、ごめんちょう、な、長浜営業所などで表記し分別している。熊本都市圏のバス各社局、九州三考バス、熊本市交通局、熊本電気鉄道、熊本バス、熊本都市バスは、1996年4月1日に、各社局共通の系統番号を導入した。頭文字は、熊本交通センターを基準として、 方面別に方角、東、西、または地名の頭文字、南、北、湖、県、川などとなる漢字に数字を組み合わせたものとしている。なお、交通センターを発着しない路線についても設定がある、駅、上、県ほか、運行区間によっては行きと帰りで、系統番号が異なる例もある。番号ではなく、記号のみで区別する方法である。 A 文字のように多くの国で使用される文字を記号として使用した場合、その国以外の利用者に対しても案内は比較的容易であり、日本以外の国でも採用例がある。箱根登山バス、伊豆箱根バス、小田急箱根高速バス、沼津登山東海バスの4社では、2010年6月15日から箱根地区の路線に各社共通の系統記号を設定した上で車両に掲出し、 路線図も各社共通の様式で作成した上で各停留所や案内所で掲出している類似路線で系統番号を分けるほどの必要性がない場合や番号だけでなく視覚的に方向の区別を案内する場合などに系統番号の字の色や方向膜の字色を変えて表記することがある系統番号を使用していない場合でも色分けによる方法を用いている事業者はある 事業者によっては、同じ番号内で、区間便や、経路違い、末端で分かれるなどの区別を枝番をつけるなどの方法で対応する。代表的なのは、二十二から一、二十二から二系統と、いったように、配分付けの数字をつけるものであるが、大阪シティバスなどで見られる、八十八 a 三十七 a 5系統や、西鉄バスで見られる行き先番号29 N、29N、 西番のようにアルファベットを付けるもの、西日本鉄道で3から 3n 番のように枝番アルファベットで表すもの、と A バスのように、こう、おつ、へい、てい、折り返し、急行などで区別するもの、西式13のうにこう、おつ、を表示しない場合があるほか、内部的にこう1、こう2のようにさらに細分化される場合がある、京都市 A バスのように、アルファベット、こうおつへい、平 林、特をつけるものなどもある。一方で、枝板をつけずに異なる番号にする場合や、枝板に相当する系統が便数が少なかったり、出入庫系統の時は、番号なしにする場合も存在する。演習鉄道バスでは、8から33のような系統がいくつか存在するが、これは8の33番目の枝板という意味ではなく、 33の路線を市街地側で8の路線の経路に変更し、8の経路33の行き先という意味合いで8から33とされている。なお、これらの系統は逆方向では、市街地側の番号、この例では8のみとなる。同社には、テクノ系統の頭を取った46手という系統も存在する。その他、事業者ごとに異なる点としては、 方向膜の中での表記位置が挙げられる。左側に表記する例と、歩道に立つ乗客から見て近いという理由で右側に表記するケースがある。また、アカンバス、釧路バスの釧路発着路線や沖縄本島のバスでは、方向膜以外に、系統番号のみを記載した板を、全面層か、側面層か、及び、後面層かに掲示している。ただし、那覇バスが運行する。 那覇市内線、および東洋バスの一部路線については例外ほか、東洋バスの一部路線では、方向幕の中央部に表記している。佐世保市交通局では一部路線でアルファベットのみで区別している。方向幕に経由し、行き先とともに併記し、バス停留所や車内、公式サイト等に掲示されている時刻表や、路線図などにも記載することで、案内状の補助として使用している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。